去年の6月に、なぜ君が公開されまして、で、本当におかげさまで、思いもしなかった反響をいただいてですね、で、続編ないんですかということも言っていただいたんですね。で、私は小川さんのことは、作品になるかどうかわからないにしても、ウォッチは続けようと、折に触れ撮影は続けようと思ってましたし、次もし公開とかの機会があるとしたら、4、5年のスパンとか、あるいは場合によっては10年とか、半ば冗談半ば本気で次回作は「まさか君が総理大臣になるとは」っていうタイトルとかでできたら面白いよねなんて話はしてたんです。やっぱり菅内閣の誕生と、それによって、平井卓也さんがデジタル改革担当大臣になられて、これはちょっと大きな出来事だったんですよね、小川さんにとって。はい。で、同時期に実は誰も覚えてないと思うんですけど、その新しい立憲民主党ができて、で、この時に、旧立憲と、国民民主党の一部が、合体するような形で、無所属議員も入ったんですけども、実は若手中堅の中から小川さんに代表選挙に出ないかっていう話があったんですね。で、彼は結局見送ったんですけども、彼が見送った理由っていうのがやっぱり選挙区当選してないからっていう。で、ますますその小川さんはその一件でその次の選挙で勝たなければいけないっていう、本当は毎回そうなんですけども、よりその気持ちを強くして、で、なおかつそのお相手が大臣っていうね、ある種内閣の看板大臣というか、ちょっと新しい、もう目玉大臣になったわけで、で、選挙焦点を当てたドキュメンタリーっていうのはあるかなっていうのを考えたんですね。前回は、タイトルも褒めていただいたことは多かったんですけども、非常にこう、私の意図というか、メッセージが入ったタイトルにあえてしたんですよね。でも、その続編でなぜ君は総理大臣になれないのか2というような路線ではなくて、今度はやっぱりあえて無機質なタイトルにしようというふうに思いましたね。で、最初はね、第49回総選挙香川1区ってしようかなと思ってたんですけど、やっぱり長いなっていうそういうふうに思いまして、もう香川1区にしました。ベースはやっぱりなぜ君の続編という形になるので、やっぱり主人公軸になるのは小川さんの選挙活動なんですね。で、これだけ十何年間も追ってきた人ですので、人間関係も含めてそこの軸っていうのはそうなんですけれども、ただやっぱり今回はその平井さんご本人、短い時間ですけど取材を受けてもらったりとか、全国でその投票行動の中で、利権だったりとか、あるいはなんとなく自民党とか、知り合いだからとか、いろんな理由なんだけども、そういった投票行動っていうのがきっとあるはずで、そこも知りたいなっていうのも思ったんですよね。でも何を隠そう、私自身が自分が投票した人が勝った試しがないっていう、そういうこともありまして、もう何なんだろうこれはっていうね。でもやっぱり投票率の問題もやっぱりあって、で、50数パーセントじゃないですか。で、ここ国政選挙って、6回連続ぐらい自民党が勝ってるわけですけど、安倍さんになってからずっと勝ってるわけですけど、絶対投票率とかでいうと20数パーセントなんですよね、実は。で、それなのに、つまり有権者の4分の1が信任していることによって、あんな最強政権とか言われていることが現実としてあるわけで、これも一体何なんだろうという不思議な、政治って何なんだろうってますます思ってしまうような感じなんですよね。だからちょっと今回の選挙では、軸は小川さんなんですけれども、その相手方の強さとか、その強さっていうのは一体何に支えられているのかとか、そういったことも描けたらいいなと思ってます。はい。間違いなくそうだと私も思ってまして、この映画に関して言うと、他の映画っていうのはもう軒並みコロナのせいでいろいろひどい目にあったと思うんですけど、この映画はコロナがあったことで
すごく後押しされた。でやっぱり公開時が6月だったわけですけども、まあ、4月5月っていう時期があれほどこう政治家のこう資質とか言葉とかが社会に生きる人々にダイレクトに影響したことっていうのはなかったと思うんですよね。もう本当にそれはもう世界中のリーダーもそうですし、日本のリーダーも、まあ、都道府県の知事たちもそうなんですけども、もうその人たちによって全く変わっちゃうんだと。まあ、例えばブラジルで生きるのとニュージーランドで暮らすので、まあ、こんなに違うのかという時期だったじゃないですか。だから人々が意識が政治家あるいは政治リーダーに集まった時に公開されて、あ、こんな政治家がいたのかというふうになったんだろうなというふうには思います、はい。うん、いやー、ここ難しいんですよね。やっぱり友人はまさにその通りで、でも友人を被写体にするんじゃなかったなみたいな時もないではないんですね。やっぱり難しさっていうのはあるので、そこはありますけれども、難しいとこですよね。でも本当にそれこそ映画の中でも小川さんのセリフじゃないんですけど、その51対49でっていうことで言うと、おそらく私は51は監督としてっていうか、まあ、そちらを優先しているような気がするんですけど、まあでもその49のである友人としての部分っていうのもやっぱりなくなるわけではないので、私はこれこそがいわゆる自民党だなっていうふうに思ったんですね。で、菅さんが辞めたことっていうのが、まあ、もちろん最後はご本人の決断だったんだと思うんですけども、やっぱり辞めざるを得ないような状況になったんだと思うんですよね。それは党内で、でやはり新しい総裁選をやって、それでその様子をメディアが報じて、やっぱり今現状自民党の支持率が上がってるわけですよね。これはね、私自民党の集合値だなと思ったんですね。集合値、うん、で野党にはそれがないですよね。でもうそれもいいとか悪いとかじゃないんですよ。僕は自民党政権が続くことはいいと思ってませんから、これははっきりとお伝えしたいんですけども、だけれどもやっぱりその権力を維持する集合値、力っていうのは、いや本当に大したもんだなっていうふうに思いました。まあ左派の内毛羽体質というか、その、まあ、よく言われる自民党の人たちの懐の深さみたいな、全然考え方違うのに権力維持するためには一致団結できちゃう。やっぱりあとはそこがね、難しいところですよね。野党から出ようとする人っていうのは、まあ、あまり、地盤看板もなくて、だけど強い意志を持って出ないと2世3世も少ないし、強い意志、何かを変えたいっていう、強い意志を持って出馬する、いろんなことを投げ打って出馬してる人が多いというと、理想も高い、理想主義的である、まあ小川さんなんかもそうなんですけど、で、まあ、頭もいい人も多いで、こうなってくるとですね、やっぱりね、自分が強いんですよね。で、小さな差異が許せなくなるみたいな、そういうとこあるのかなっていう気はしますね。まあ交流がなくなるってことはまあないと思うんですけども、じゃあ ずっと取材対象になるかっていうと、まあ、そこはちょっとまだわからないですね、うん、やっぱりその友人となってしまっている人をなんか被写体にする難しさみたいなのはやっぱり感じますし、なんかいわゆるその政治家の番記者みたいなのあるじゃないですか、そういうつもりはあんまないんですよね。なんか小川さんの隣の席の椅子取りゲームしてるわけじゃないっていうか、そういう気持ちは全くないので、なんかずっとやってるのもどうなのかなっていう、まあ、特にドキュメンタリーの作り手としてはそう思いますね。まあ、なんか人間関係は続くと思うんですけど、もちろん、はい、こっちグッと見る感じ、はい、そこからこういうのは可能ですか？恥ずかしいですね。